はいそれでは今回もやっていきましょう流体 CG 入門の遺、えー、流項として TVD スキームというのをやっていきたいと思います、えー、流体解析において、まあ、今回は格子法と呼ばれる手法の話になります、えーまあ、ざっくり言うと格子法と呼ばれる手法要はメッシュをこう切る手法と流子法と呼ばれる、えー、粒々を追う手法があって今回はこの格子法にあたる手法ですね で、この公子法の手法、すごく長く研究されてきていて、精度もかなり上がってきています。で、それが何のおかげかというと、えー、公子法において一番難しかったのは、この遺留項の計算でした。で、それがすごく発達してきたので、公子法の精度が上がってるわけですね。他の圧力とか、粘性とかっていうのは、まあ、公詞法においてそんなに難しいものではないと。この遺留項こそが一番難しかったので、えー、これが、 え、その長年の研究によって公詞法の精度を上げてきた要因であるということにわかります。で、今回はその要因の一つである TVD スキームというのを話していきたいと思います。で、一応この TVD スキーム、えー、すごく難しい話になってくるので、前回のハイブリッド法、輸送性に関する話を聞いた後だと、すごく、えー、頭に入ってきやすいと思うので、まあ、えー、全く 何も知識がないということはそちらから見ていただけると理解しやすいかと思いますそれでは内容について移っていきます、えー、そもそも DVD スキーム何かというと単調性を維持するためにスキームを変える手法になりますこの時スキームって何かっていうと前回お話したように風上差分とか中央中心差分とかそういったものですね それがスキームと呼ばれるものになります。いわゆる離散化ですね。で、えー、この単調性、何か、ここで出てきた単調性を維持するの、単調性って何かっていうと、時間とともに変動が大きくならない。まあ、いわゆる、えー、振動とかって何で起こるかっていうと、計算中にガンと変動が大きくなっていって、徐々に大きくなっていって発散すると。だから、まあ、あの中心差分とかで計算しちゃうと、えー、発散して計算ができなくなるってことが起きるわけですね。 精度は高いけど安定性が低いので計算が発散してしまうということが起きると。じゃあ単調性を維持すれば発散することがないから安定するよねっていうのがこの DVD スキームの考え方になりますで。単調性の基準って何なのというと、えー、まあ隣のセルとの速度差から求められます。えー、この J っていうのが、まあえー、セルで N っていうのが時間として考えてください。 J と J プラス1なので、まあ、隣り合ったセルの速度の差ですね。それをすべてのセルにおいて計算すると TV という値が出てきます。これがいわゆる単調性。で、この TV が今の時間の TV と次の時間の TV があって、次の時間の TV の方が小さい。つまり、ここっていうのはこの速度差なので、すごくイメージ的にはガタガタ変動している。 速度差がたくさん出ている場合は、えー、その次の時間の方が当然小さくないといけないよねと単調性が増加しないつまり単調性がイコールもしくは次の時間の方が、えー、変動が収まっているでその場合は DVD スキームを満たしますよというのが、えー、この、えーま、手法の、えー、この何ですか条件になりますなので、まあえーまあ、ざっくりと最後に2つ項目として日本語化してますけど 一つが局値を持たないということ。そして今の局値が、極所が大きくならない。ということがポイントになってきます。まあ、二番目ですね。特に今の局所が大きくならない。要は、発散するような原因にならない。というのがポイントになってきます。はい。ということで、ね、まあ、単調性というのが一つのキーポイントのワードでした。で、えー、TVD スキーム自体の手法としては、まあ、さっき言ったように、 そうなんで,すけどで、どうするのと変動を上げないためにどうするのというと、えー、TVD 条件というのを当てはめて計算をしていくというものになります、まあ、一応、えー、TVD スキームちょっと説明したかったんですけどそまあさっきその前回お話ししたハイブリッド法と同じで安定性と精度のバランスを考えて輸送性に応じてスキームを変える手法ですね、まあ、これと言ってることはそんなに違ってないんですけど ちょっと言い方を変えまして、安定性と精度のバランスを考えた。まあ、いわゆるここっていうのは、ハイブリッド法と同じことを言ってるわけですね。いろんなスキームを使って、安定と精度、両方取りたいよね、と。まあ、それがここに書かれている内容になります。で、えー、t v d 条件、さっき言ったように、その、えー、単調性を維持するために、まあ、式一っていうか、まあ、さっき t v 条件作りましたよね、ここで。 で、それに対して、えー、まあこんな感じで、流速制限関数、ちょっとまあ細かい話、掘っていくと、TVD、すごい、なんか、なんですかね、めんどくさい話になってくるので、えー、まあとりあえず覚えておいてほしいのが、ま,あ、まず、各セルの流速に応じて決まる関数、R というものがあります。これ、いわゆる、今の流速、自分の求めたい流速、セルの流速と、周りの流速。 っていうのを使います。で、それを関数として、それを変数として渡した関数が、流速制限関数というものがあります。なので、まあ、周りの流速とかの影響を込み込みで、なんかいろんな影響が混ざって、えー、複雑な計算をしていると。で、その上限がこんな感じでありますよ、と。まあ、これは別に覚えなくていい条件になります。TVD を覚えてほしいのは、も、ま、う、あ、本当に最後の最後のところだけなので、このあたりはまあ、こういった制限があって、えー、TVD スキーム、 このバランスを考えたルールが決まってくるんですよということだけ覚えておいてください。内部で一応計算がありますよと。で、さっきの条件っていうので、まあ、さっきの条件がここに一応1000とか引いてるんですけど、でまあ、今回 TVD スキームとして4つの計算手法、計算スキームを、理算化スキームを使います。 DVD スキームもこの4つが一番セオリーだと思うんですけど、えー、UD っていうのは風上差分ですね。で、風上差分、まあ、いわゆる一番安定するけど精度が一次精度なので、まあ精度が低いと。で、2つ目が CD っていうのが中心差分ですね。Central Differential、えー。UD が Upper Wind Differential。えー ちょっと D の方がわかんないですね。まあ、風上差分、中心差分、で線形風上差分で、最後はクイックっ呼ばれる。まあえー UD, まあ、UD っていうのは、えー、自分の流速取りたいところの風上側を取るという話をしますね。前回その話をしましたで。中心差分っていうのは今の自分のセルに対して両側、両サイドの値を取るというのが、えー、中心差分です。LUD っていうのは何かっていうと今取りたいセルに対して風上側2点を取る。 という手法になりますで。最後はクイックなんですけど、今自分が欲しいセルの両側と風上側1点を取るというものになります。なのでクイックが、えー、結局実質3点参考にしている点があると。LUD と CD が2点で、まあ、UD が1点だけ参考にして値を取っているということをまあ理解しておいてください。で、まあ、それぞれこの R とファイの関係 これ、r と φ ってちょっと振り返ると、r が各セルの流速に応じて決まる関数で、φ がその r の関数である流速制限関数という、まあ、要は、r を引数として使える関数が φ ですね。まあ、複雑な計算をしていると。で、まあファイと、あまあ、r と φ の関係性で全部線を引くとこんな感じになるわけです。ud は φ、えー、イ,イコール0なので、えー、線がまっすぐ横に行ける。で、cd が φ イ,、えー、イ,イコール1なので、 1>, ファイ1のところに引いてクイックと LUD も同じように引いていくと DVT 条件というのがあるので、えー、さっき言ったようにこの上の方ですね上の方 2R っていうのでここに斜めに線を引いてますで2つ目の線のところで1イコールで、まあ、ここは1なんですけどここが1なんでここにまっすぐ上なのでこの赤とオレンジのどちらかの色がついているこの えー、平行四辺形みたいな形ですね。っていう部分は全て TVD 条件に当てはまる部分になります。このイメージを一番持ってほしいところになります。TVD 条件というのはこの、えー、まあ、Psy と R の、えー、この領域に当てはまる部分が TVD スキーム、いわゆる単調性が増加しない部分になります。なので、これ、この領域内であれば、それぞれのスキームが使えると。 例えばこの条件でえこの,この何ですかね R, が R と Psi のこ,のこの辺りの赤の色のついている部分だったらこのようにえクイックこれより下だったらク,リック,がクイックが使えるしこれより下だったら線形風上差分が使えるとそんな感じで思ってもらえればいいかなと思います DVD スキームえーまあ満たすのはいいんですけどそれはあくまで安定するというだけになりますまあそれだけだと、まあ なんですかね結局選択しにくいので TVD スキームは安定するでそこからプラスアルファで精度も我々は欲しいですね。なので精度の高いところを色付けするとこの赤の部分になってくるんですね。なんでまあ、下の部分っていうのは精度が低い。で、まあ、ここも精度が低いのでこの赤の部分だけ残るわけです。で、この赤の部分だけで、えー、関数なんですかね線を作って え、線を作るというか。まあ、線を引いてやると、TV、要は精度が高くて、かつ安定するというものが作れる。というわけですね。なので、例えば、この LUD とかクイックとかだったら、この、この領域から出てる部分がありますよね。こんな感じで。こういった部分では不安定になっちゃったり、えー、ま、ここでは不安定になりますよね。で、一方で UD とかだと、まあ、え、さっき言ったように風上差分か。だと、え、安定はするけど、 精度が落ちると。まあそういったことが起きるわけです。なのでまあ結局どっちも点瓶、えー、なんかバランスが取れてないので、この赤い部分だけを通る関数を作ってやれば、えー、精度も高い、二次精度で、えー、かつ安定性も高いものが作れるというのが TVD スキームの関係考え方になりますで。実際にどんな感じでやるかっていうと、ちょっとまあここには書いてないんですけど、TVD スキーム、ここに えーまあ、例えば、一つ、こう、滑らかに線を引いていく。というのはまあ、DVD スキームと一番わかりやすいものですね。要は、原点を通る線として、こっからピーッと引いていって、えー、ファイと、えーまあ、ファイコールに、2R 以下に収まるように線を引いていくと。まあ、もしくは、この最初の部分に沿うように引いていくとか、まあ、最大の部分に引いていくっていうふうな、まあ、いくつか、この赤の範囲に沿っていれば、結局、 全部二次精度とかつ安定なので、どれでもいいので、まあ結構 DVD スキームには種類があったりします。なので、まあちょっと複雑っぽく感じるんですけど、要は一番言いたいのは二次精度で安定している手法が欲しい。で、そうなったときに、この4つの組み合わせから、このように、まあ、要は局所的にどの手法を使うかを使い分けることによって、いい計算手法できますよね、と。 というのが TVD スキームの考え方、その一番の元となる考え方になるので、そこだけ覚えておいてみていただけると TVD スキームの理解になると思います。ということで今回 TVD スキームについてお話ししましたけど、ちょっと難しかったと思うので、ポイントだけもう一回戻りますね。TVD スキーム、単調性を維持するためにスキームを変える手法になります。こんな感じで今の時間よりも次の時間の方が単調性が小さい、もしくはイコールである。 というような条件が大事になってきます。で、まあ、安定性と精度のバランスを考える。というのが、ま、展示 b d スキームの根本的な考え方。まあ、両取りできる手法が欲しいというのが、ま、ずっと求められているわけですね。で、その時に、ま、R と Pi という、ま、一つの、ま、こういった関数を使って TVD スキームというのがやっていきますよ。え、計算していきますよ、と。 で、なんか、まあ、長年の研究とか先行研究で DVD 条件、この条件だと安定しますね、ということが分かっていますよ、と。で、4つの手法、風上差分、中央差分、線形風上差分で、最後にクイックですね。で、4つをこのプロットさせる線を書くとこんな感じになって、この領域内は DVD スキームを満たしています。つまり安定です、と。 でその中でも二次精度の部分だけ色をつけるとこの赤の部分になるのでこの部分に沿うような線を描くと TVD スキームとしてまあ新しいスキームを作ることができますよとでこの中を通るのであれば全て二次精度かつ安定なので、えー、好きな線を引いてもらって構いませんだから TVD スキームにはいろんな種類があるんですよということを理解いただけると、えー、TVD スキーム、えー、完全に理解したと思っていただいていいと思います はいということで今回 TVD スキームについて紹介しました結構遺留遺留校の中ではまあ一番難しいかなと思っているので、まあ、これさえ理解すればもうある程度なんですかね、えー、CFD に関する講師、まあ、法のなんか難しい山を越えたかなと一つの大きな山を越えたのかなと思いますので是非わからない部分を止めつつ、えー、画面に比べてもらったら、えー、理解で 頑張るかなと思いますということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。